んにちは。ラブリータウン生駒の時間です。この番組は毎月1日と15日に更新して生駒のホットな話題をお届けしている生駒市の広報番組です。まずはイベントや催しなどをご紹介するトピックスです。12月5日、竹丸ホールで宇宙飛行士が私たちの生駒にやってくるが開催されました。生駒少年ラグビークラブ創立40周年を記念して開かれたこのイベント、現役の宇宙飛行士から宇宙に関する話を聞き、子どもたちに夢を広げてもらおうと企画されました。この日招かれたのは JAXA 星出彰彦宇宙飛行士。中でも無重力空間での生活環境には興味津々な眼差しで聞く子どもたちの姿が見られました。宇宙とかで行って、なんで宇宙飛行士はどうやって生活してるのかなって思ってた疑問とかがひどかったからとても良かったです。なんか詳しいところまで話してくださって、とても勉強になりました。12月11日、北コミュニティセンター伊下羽ばたきで生駒の竜田揚げ丼を作る料理教室を開催しました。地産地消を推進し地元愛を育む取り組みとして開かれたこの教室、講師にはテレビ番組の料理バトルでシェフに勝った坪井美沙さんを迎え、オリジナルメニュー生駒の竜田揚げ丼を作ります。野菜はもちろん、はちみつや日本酒、かきもちなど生駒の食材をふんだんに使った料理です。参加者は生駒の食材を一つ一つ確認しながら手際よく調理を進めます。そしてあっという間に完成。短時間で調理できることに皆さん驚いていました。最後に試食です。各テーブルからは美味しいという声が聞かれました。美味しいです。今までちょっとその丼でもこういうのを味わったことがない新しい出会いかなと思っています。作り方を聞いたのでそんなに難しくないなっていうのが分かったので、ぜひ家でもやってみたいなって思います。以上トピックスをお届けしました。続いてはこちらのコーナー。街に繰り出して身近な疑問や今知りたいことを何でも調査する生駒探検隊、隊員の近藤彩香です。さあ今回のミッションは何でしょうか。来ましたよ、指令袋。今日のミッションはこちらです。救急救命術を得得せよ。町の皆さんでそんなできるんですかね。ちょっと聞いてみましょうか。そうですね、ずっとやっぱり声かけ続けるっていうのと、救急車呼んでっていうのしか思いつかないですよね。腎臓マッサージとかですかね。以前ちょっと気習ったことあるんですけど、周りに助けを呼びますかね。パニックになってると思うんで、冷静な人に意見を求めます。なるほど。近くに駅とかに備わってるあれなんでしたっけ、 AED、 あれがあればなんとか使ってするのかな。腎臓マッサージとか人工呼吸、やり方わかります？まあわからないけど、まだ大体で今周りの人にちょっと助けを求めて、助けてもらいます。皆さんすごいなと本当に思いました。私だったらやっぱ何もできなくてその場に立ち尽くしてしまうと思うんですけども、結構やってみるっていう方が多かったんですが、
今回の指令は救急救命術を得得せよということなので、これは本物に聞いた方がいいですよね。ということで生駒市消防本部にやってきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今町の皆さんに聞いてきましてね、はい、救急車が来るまでの間、うん、心臓マッサージをするとか、はい、人を呼んでくる AED を使うっていう意見が多かったんですけど、はい、どのようにするのが一番正解といいますか、どういうふうにしたらいいんですか。はい、今おっしゃっていただいたことで大まかには合っているんですけども。合ってるんですか。はい、ただ救急車が到着するまでの時間っていうのが、はい、全国平均で8分ってなっております。8分。はい、我が生駒市では7分で到着することになっておりますけども。じゃあ全国よりも生駒市の方が救急車が来る時間は早い。はい。おー、はい、でその救急車が来るまでの間に1分でも早い、処置が必要になってくるのですね、うん、で、その中には心肺蘇生法といいまして AED でありますとか胸骨圧迫でありますとか人工呼吸でありますとか、そういうことが大切になってきます。久保さん、今回のミッションがね、はい、救急救命を得得せよという指令が出てるんですけども、はい、私にも教えていただいてもいいですか。はい、ぜひ学んでください。よろしくお願いします。お願いします。まずはじめに人が倒れているというところからで始まるんですけども、はいはい、周りの安全を確認しながら近づいて声をかけます、はいはい、で右肩左肩どちらでも構いません、うんうん、軽くポンポンと叩きながら、はい、耳元で初めは小さく、そして徐々に大きく声をかけていきましょう、はい、もし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 で意識がありません、はい、ということで救急車を呼ぶ、はい、AED を持ってきてもらうということでどうしても人手がいります。ほうほう。ですから人を呼びましょう、うん、誰か来てください。はい、集まってもらったら指を指して、うん、はい、あなた119番通報お願いいたします。あ、もうこっちから指定するんですね。もうそうです、はい、で帰ってきてくださいねも言いましょう。帰ってきてください。はい、でそれはなぜかと言いますと、ね、これもう電話したからもうええかと言って帰ってこない人もいてるんですよ。なるほど、はい、でそうなってくると残されたもの本当に電話してくれたのか不安になりますよね。そうです、不安になります、うん、ということで帰ってきてもらう、そして胸骨圧迫人工呼吸を手伝ってもらうということになります。わかりました、はい、で次に呼吸の確認、うん、こうやって手口のところを持ってくるともし呼吸したかったらその息が手に当たる、うんうんうん、胸お腹呼吸したかったら上がったり下がったりするのがわかる、ほうほう、というんでこうやってやります、はい、これを10秒以内10秒、はいはい、でやってください、はい、で呼吸がなければ胸骨圧迫という形になります、うん、胸骨圧迫の場所なんですけども、はい、胸の間ちょうどここぐらいになります。でその時に手のひらの手根部この部分で押します、はい、で肘をまっすぐ垂直に、うん、それを30回で5センチ以上の深さ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と行います、はい、でこれを30回したら、はい、気道確保そして人工呼吸ということになります。はい、あ、入った。ほう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 。と2回で2回したらまた30回、うんうんうん、それを救急車が来るもしくはこの人が意識戻るまでずっと続ける。ずっと続けるんですか。もうずっとです。なんか5回やったらちょっと待つとかじゃなくもうひたすらずっともう絶え間なく続けてやってください。おー、はい、それでは近藤さんどうぞやってください。はい、そうです。で肘をまっすぐ垂直に30回1、2、3、4、30で、こうですね、はい、でそうです、とんがっても相手の口に入れて軌道、そうです、顎先上げ て鼻をつまんで大きい口で2回大きく、そうです、気合入ってます。そうです。でもう一回、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、気合、はい、入ってます。はい、北川さん、これ大変ですね。そうです、大変です、心肺蘇生法ってこんな
に体力がいるものだったんですね。はい、そうです。これ一人でやるとしんどいです、はい、ですからできるだけ人を集めてみんなでやるということが一番大事ということになってきます。順番に、そうです、人が変わってやっていく、そうです。いやー、こんなに体力がいると思いませんでした。なんかこのやってる私の方が、はい、こう酸欠になるなりそうになりますね。はい、そうですね。でこの AED の使い方なんですけども、うん、そんなに難しくありません。そうなんですか。はい、もう蓋を開けるだけです。蓋を開けるだけ。はい、そうするとメッセージが流れます。ほう。成人モードです。意識呼吸を確認してください。で意識呼吸がない状態です、今、はい、胸を裸にして AED の蓋から四角い袋を取り出してください。で四角い袋、これのことです。袋を破いてパッドを取り出してください。でパッド、ハルイチの絵が描いてます、うん、ですから絵のように貼りましょう。はい、図のように右胸と左脇腹に貼ってください。右胸と左脇腹、はい、パッドを青いシートから剥がして図のように右胸と左脇腹に貼ってください。心電図を調べています。体に触らないでください。体から離れてください。で今これボタン点滅してます、はい、ですからこれ押します。はい、電気ショックを行いました。体に触っても大丈夫です。直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください。で始めてくださいということで、先ほどと一緒でまた胸骨圧迫を始める、はい、という形になります。さあ講習受けさせていただいて教えてもらったんですけど、はい、市民の方がこう講習を受けたいなと思った時って教えていただくことできるんですか。はい、生駒市消防本部のホームページでもご案内しておりますし、また広報誌の方でもご案内して対応させていただいております。なるほど。じゃあたくさんの人にこの心肺蘇生本を学んでいただいて、はい、より安全にね、皆さんが知っていただくことが大切ですよね。はいはい、いろいろ教えていただいて、私もいざという時のためのこの備えが自分の中でできました。ということで今回のミッション、救急救命術を会得せよ、これにてミッション完了です。生駒探検隊、次回もお楽しみに。続いては駅などを起点に生駒の日常をご紹介するこちらのコーナいかがでしたか。番組へのご意見ご希望がございましたら、生駒市秘書広報校長課までお願いします。それでは次回をお楽しみに。さようなら。